えー、菅総理本当にねお疲れ様でした昨日国会の質疑を見ていたんですけども、えー、あれは長妻議員だったかな,なんか立憲民主党の方があ川内さんか菅総理にねものすごく大切な具体的なことを言われたんですよねでそれは何かっていうと生活困窮者に是非ね会ってくれっていうことだったんですよ、まあ、それでその後誤報なんですけども続報ですよねこういうふうにタイトルついてます えー、菅総理、この私が話聞いた。シングルマザーらと面会。一人親、非正規支援に前向きということですね。えー、なんかね、すごく光が差してきたっていうかね、やっぱ菅総理も、おまあ、本当に大変なところから、ここまではい上がってこられたんで、その頃のことをちょっと思い出してくれたんじゃないかなと思うんですよ。知らないわけないですからね。 で、菅総理は29日夕方、立憲民主党の川内博士衆議院議員やシングルマザー、非正規労働者と首相官邸で面会し、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた生活支援に関する要望を受けた。うん。川内氏によると、首相は立憲が求める一人親世帯への給付や、すべての非正規の休業支援の給付について対応したい。この話、あこの私が話を聞いたんだからと、 前向きな姿勢を示したというね。いや、なんか本当救われる。なんかね、今日菅総理すごくごっこがさしてますよ。ありがとうございます。まあ面会には田村厚生労働大臣が同席したと。田村さんもね、うん、わかってくれると思うんですよ。本当に。目の前にすればね。で、首相が野党議員と面会するのは異例で、うーん、まあそうですよね。新型コロナ対策に真摯に向き合う姿勢を示す狙いもあると見られると。 まあこれでね、支持率を狙ってるのかもしれませんけど、そんなことはどうでもいいです、支持率がどうこうとか、それを目当てにして、パフォーマンスを取られても、ただね、やっぱりこのシングルマザーとか、一人り親世帯っていう方、そして非正規の方から、順番に手をつけていただけるんだったら、もう全然言うことないですよ。これをね、またね、あれ、何、支持率ね狙いなんでしょとか言うから、そういうことやりたくなくなっちゃうわけなんですよね、総理も。だから、何狙いでもいいんですよ、もうとりあえずは。 とりあえず何狙いでもいいから、お金を配ったり支援を厚くしたりね、こういう人の話に耳を傾けてね、それで今のところは良しとするべきじゃないですかね、まさに異例だと思いますよ。田村厚生労働大臣も同席したわけでしょ。で、ここでね、あのシングルマザーの方とか、その他の方が面談したと思うんですけども、どれだけね、救われたことかわからないですよ。この国のね、一番権力を持っている人が、菅総理がね、自分の目の前でね、自分の 心からの叫びを聞いてくれたわけですから。この動画を見てらっしゃる方も多分同じ気持ちの同じ状況の方もいると思うんですよ。で、私もね、その現場に行ったらね、皆さんの声を届けたいですよ。うん、なんかちょっとね、私はね、今日救われたような気が、気持ちがしました。まあ、これで全て解決じゃないんですけども、とりあえずね、あの、本当に立憲民主党の川内さん、本当にいつも頑張ってくださって、この前ね、厚生労働大臣にも、まあ、なんですけ本当に無限にされていて、冷たい人だなとか言ってね、 言われてましたよね。私も動画で編集しましたけど、冷たい人だなーって言われたけども、でもそれでもくじけずにね、もういいですとかじゃなくって、もう熱々とね、本当に繰り返し繰り返し、そういった弱者の声を聞いて、その声を国会に届けてくださった。その結果、菅総理が、私が会って話を聞きますと。私が聞いたんだからもうね、黙っちゃられないですよと。私もできる限りの支援をしますということで、これは具体的に進むんじゃないですか田村厚生労働大臣も聞いたわけですから、 もちろんね、これで本当に繰り返しますけども、全部が解決じゃないですよ。でも、全体のうちのほんの小さなところから始めてくれたっていうだけでも大きな前進だと思います。もう私はね、こういうふうにね、ちゃんとやってくれるんだったら本当にね、高く評価したいんですよ。菅総理はそういうことができる方なんですよね。そして自民党も腐っちゃいないんですよ。やっぱりね、自民党っていうのは確かに大きな力を持ってますから、それが国民を苦しめる方に向かうとね、本当に苦しいんですよ。でも国民を救う方に向かったら、本当にみんなで救われるんですよ。 決してね、無能な人ばかりが揃ってるわけではありません。ただね、力の使い方が、ちょっとなんて言うんですかね、長いものに巻かれちゃってるんじゃないですか、今は。うん。だからね、既得権益を打破するっていう風な名言された、公言された、そんな総理はね、もう本当田中角栄氏以来じゃないですか。うん。もうなんかね、この菅総理に、もうね、当てにならないって声もありますけども、いや、それでもね、菅総理を、 どうしたら応援できるかっていうことを届けていくのは、うん、いいんじゃないですかね。あのー、昨日もね、ちょっとお話しましたけども、10万円一律給付の話もないわけじゃないんですよ。ないわけじゃね。ただ、今回の補正予算には入れなかったんで、3月末まではそれはないですってことなんですよ。4月から新しい予算組んで、また補正予算も第一組みますからね。その時に、今回のことが心の中にね、残っていればきっとですね、 弱者救済のための何らかの支援を国民生活支援を入れてくれるものだと思いますえ、同時にですね事業者の支援もやってくれるんじゃないかなと思いますもちろん全部が全部やってくんないですよただ確実に何かをやれば救われる人は出てくるんですよ全員じゃないんだけども一部の方だけでも救われてほしいなと私は思います全員じゃなくてもね えー、そして、一部の方が救われたら、また別の一部の方に手を伸ばしてくれると、そういう風に信じたいんですけどもね。いかがでしょうか皆さん、この記事見てどういう風に思ったでしょうかまたコメント欄で、えー、いろいろと話していきましょう。それでは失礼します。